はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、建築基準法の単体規定について解説いたします。前回は単体規定の中でも、防火関係について解説したんですけども、今回はそれ以外の単体規定について解説いたします。今日は大きく分けて2つですね。で、こちらの居室の方については採光と換気2つありますので、細かいことを言うと3つポイントがありますので、3つ頭に入れていただければと思います。まず一つ目ですね。一つ目は地下室に関するルールになります。住宅の居室だったり、学校の教室、病院の病室、こういった人が長時間留まる部屋について、地下室だった場合、地階だった場合、壁とか床の防湿措置など、衛生上必要な基準を満たすようにしてくださいといったルールがあります。で、基本的に地下室っていうのはすごく湿気がこもりやすいんですよ。で、そういったところで人が長時間ずっと滞在するようなお部屋の場合、防湿措置とかをしていないと、いわゆるカビとかがすごく繁殖して、カビをどんどん吸っちゃう。そうすると健康上良くないですよね。なので、防湿措置など衛生上必要な基準を満たすようにしてくださいねと。必要な措置をちゃんと取ってくださいね。というようなルールにしています。で、これは衛生上の必要な基準を満たしてくださいということで、防火上ではないので、その点注意してください。地下室っていうところから、湿気がこもるな、そうするとカビとかがすごく繁殖してくるな、そうすると健康にあんまり良くないな。だから、衛生上必要な基準を満たさないといけないな、というふうに論理立てて考えていくと頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。防火とは全然関係ないですよね。そういうふうに理解をしておくといいと思います。で、続いて、居室の採光だったりとか、換気についてのルールになります。住宅だったり、学校だったり、病院だったり、そういったところにおいては、太陽の光がちゃんと入ってくるようにしましょう。換気よくしましょう。みたいなルールがあるんですね。で、採光については、住宅の場合、この住宅ですね。住宅の場合は、その居室の床面積の7分の1以上の面積で、太陽光を取れるようにしてくださいねといったルールになります。これは住宅の場合は7分の1以上なんですね。で、学校とか病院だとまた違ったルールになります。違ったルールっていうのは数字がちょっと変わってきたりするんですね。例えば学校の職員室とかになってくるとこれ10分の1でいいですよ。みたいな感じでちょっと数字が変わってきたりするので、その点はですね、細かい内容なんで覚えなくてもいいでしょう。まずは住宅ですね。住宅については7分の1以上っていうところを頭に入れておいてください。これは居室の床面積の7分の1以上です。例えば、その居室の床面積が21平米でした。その場合、21平米の7分の1っていうのは3平米ですよね。太陽光が入るような3平米以上の窓をつけてくださいねと、いうようなルールになります。で、換気、居室の換気については、これらの居室、全てにおいて言えるんですけれども、その居室の床面積の20分の1以上の面積の換気口をつけてくださいねというルールになっております。換気っていうのは吸気口だったりとか換気口って考えていただければわかりやすいんじゃないのかなと思います。例えば、その居室の床面積が20平米だったのであれば、1平米分の吸気口、換気口をつければ大丈夫ですよ、といったイメージです。この2つについては、もう数字を覚えるところが重要になってきますんで、数字を覚えてください。あとは、居室の床面積の7分の1、居室の床面積の20分の1なので、総床面積ではありませんよと。その部屋の床面積を基準にして、7分の1以上なのか、20分の1以上なのか、というところも押さえておきましょう。その居室の床面積が基準ですよってことですね。そういう床面積ではありませんので、その点注意していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。